はい、マケオでございます。さあ今日もジョンボイドやっていきましょう。さあ前回はまあ全部終わったんだね。そうそう。で、今日はメインディッシュ、マーチリッチのメインディッシュの4階建ての建物を探索しに行きましょう。じゃあ行きますか。あー今日霧か、危険だな。大丈夫かな。さあやってまいりました。ちょっと今日霧なんだよね、危険だよね。じゃあ行きましょう。さあ4階建ての建物、これはでかい、これはでかい。これ1回じゃ終わらんな、どう考えても。これこうかな、正面入り口って。なんかなんとなく、うーんだよね。ここから行きましょう。さあ4階の建物、多分マンションやと思うけどな。行けるとこまで今日はちょっと探索していきましょう。さあ4階の建物ですよ。これがテレビの音が聞こえるな。ちょっと構造がわからんね。んー、なんだここ。ちょっと広いな。ちょっと正面から行ってみるか。うわ、いるね。ここはわかんない。オフィスビルも入ってるのかな、これ。オフィスビルなのかな、もしかしたら。マンションじゃなくてオフィスビル、わからんな。だいたい1階がオフィスビルとかもあるよね。で上の階が住居スペースになってるとか。ここ、うわ広いな。ちょっとしかも声がすごい。うわー、至る所いる。これは危険だな。うん、これ普通の家だね。家っぽいよね。うん、家っぽいけど。うわ、声がすごい、声がすごい。一旦ちょっと、そうね。まあ、ここ行ったから、もう順々に行くか。あ、こいつの声か。うわ、怖いな、これ。やっぱり。ここが。あ、いたね。声がする。すげえ声がする。そこが開いてるんか。これは外っぽいね。ん？いや声がする。ちょっと、あーこいつかな。あー降りてきた、降りてきた。ちょっとマジで怖いんですけど。これはなんか死にそうな予感がするな、マジで。あ、危ね。ここあるか。これちょっとここ塞いどった方が良さそうやね。周りの敵も倒しとこう。あー危ね危ね。ここはあそこだけか。周りはちょっとゾンビが入らんように、そこ、うん、この鍵使って、こ
こいつか。あ、マジか、エンジンが壊れてるわ。きついなこれ。うわ怖え。ちょっと用心していこう、慎重に行こう。マジで死にたくないしな。めちゃくちゃ声が聞こえる。めちゃくちゃ声が聞こえる。これ2階もあるしな、声の位置が分からんぞ。とりあえずここはいない。あぶねえ、あぶねえ。いやマジでやばい。ここいろんなとこからゾンビの声が聞こえる。え、これ何、これ、どうなってんの。いろんなとこから声が聞こえるからちょっとわからん。うわー怖い、これマジ怖い。今のは危なかった。やっぱマンションかなこれ。とりあえずここはいないね。声もしない。どうなってんのこれ。ここは見たね。ここ何、これ、どうなってんのこれ。こっち声がする。何ここ、うわ怖い、めちゃ声がする。ああ声がする、声がする、めっちゃ声がする。いたいた、こっちは、あ、いた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 。いた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 。ああ、ゴミ捨てるとこ、ここね、はい。あ、あ、電気ついてた。怖い。怖い。あ、そこ空いてる。マジこういうのがやばいんよね。ほら、ね。でこっちね、こっちも倒しとこう。声の位置がわからん。こっちは、そっちに一匹おるか。こっち、あ、そこに一人いるね。こいつ倒しとこう。ふぅ。ああ。これはちょっと危険だね。めちゃくちゃどん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 だね。で、こっち、絶対いる。あ、ほら、おいでおいで、逃げたい。あ、おいでおいで。よし、でこっちはいない、いない。いない、いない、いない。あー怖い。ここは見てない。コインランドリーでかい。ここここでかい。こっち
声がする。声がする。いない。わからん。どうなってるの？いないね。こ、外の声かな？わからんな。外だね。あ、違うわ。もう、うわ。声がする。あぶね。ああ、怖い。鳥肌がめちゃくちゃ立ってる。マジでやばい。めちゃ声がする。めちゃ声がする。まだ声がする。どこよ。大丈夫。あ、そこにいる。あ、この外のとこか。ちょっと待って。問題どう行く？外？一回外周辺もやらないかんね。今日一回で終わるか？怖えなこれ。一旦一回と外。怖え。いない。いない。外か。外の声がしてんだよね、これ。と思ったら内側にいたりするからね。怖いんだよね。あーしよしよし。声がする。声がする。声がする。どこ？声がする。声がどこよ。もう全然わからん。こん中いる？いない。ここは？いないよね。やっぱ周りかな。2階か。あーそこね。はい。ちょっと周りも倒したがいいなこれ。一旦周り倒します。地下。ああいたいた。ここいた。マジで。あれここ見てなかったっけ。いや見たよね。やっぱ入ってきてる。あめっちゃ入ってきてる。やばいねこれ。これやばいね。どう考えてもやばいとこ。あほらどうなってんのこれ。どうなってんのこれ。え？どっから湧いた今。ちょっと待って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 。わけわからん。ちょっとやべえこれ。ここやべえ。よしよしこいつ倒す。この間にもいたのよ。ここ。うわ、いなくなってる。ああこっちに移動してる。マジでよ。マジかよ。ちょっとちょっとちょっと。上から来てんの？そういうこと？これは。これはちょっと待ってよ。上？屋上？これはやばいっしょマジで。
いや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 、これはやばい。屋上から降りてきた。何これ、何これ、こいつ湧いた、湧いてんの、どっか。いや湧くには早すぎるやろ。ちょっとちょっと中に入っちゃダメだってこいつら。これ上から来てんの。おいで、こっち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 。あれ、もう一人いたよね。やばいってここ、無限湧きとかじゃないよね。いやそんなはずはない、今までそんなことはなかった。なんか知らんけどいろんなとこから来てる、いろんなとこから来てんのよ。上からも来たからね、上からも。ありえる？上から落ちてくるって考えられんわ。あ、いた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 。どっから来てる？普通に階段から降りてきたりもしたもんね。これ結構いるぞ。うわ、もう何何何、いないね、いない、ここいない。でまたここいるんでしょ、どっか。怖え。上から落ち、おい、ほら、なんでなんでなんで、どうなってんの、どうなってんのこれ。これ切りないぞ、攻め方考えないかんな。どんどん叩いてるやろ。どここれ、どこ。いや降りてきてんのかな、けどだいぶ周りは静かに。ああ、いた。こっち学校から来てんのかな。いやもういないね。声がする、声がする。あ、いた。 これ上から落ちてきたからね、ここ。あ、いた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 。ああ、また増えてる。ちょっとちょっとちょっと、どこから来てんの。リスポーンするには早すぎるから、絶対どっかから湧いてるよね。どんどん叩いてる、どんどん叩いてる音がする。あ、めっちゃ聞こえた今。あ、落ちて、ほら。あ、これ多分こっから出てきたんか今。これはやべえな。飯食おう。いやー、ここはやばいっすね。ええ、これはなんか危険が、危険の香りがプンプンするね。舐めてたら死ぬぞこれ。絶対ここいる。いや、おかしいな、こんなに。いや、おかしいな。湧くには早すぎるし。いや、おかしいな。なんでだ、どうなってんだこれ。2階に行きたいけど怖い。これ、ちょっとね、考えよう。一旦、
いやだけど窓多すぎるなこれ。あ、入ってきたな。これやっぱ落ちてきてんのかな。いや、こいつらが来てるのか。たまたま移動してきてんのか。いやー、わかんねえな。こいつも遠くからちょっとビル見てみる。お、やばい。こう見てようか。こいつ一匹いるね。あともう一周してみようか。ちょっともう一回様子、ちょっと目につくゾンビは全部倒しつつだね。まあ来ないでしょうあいつは。ちょっとこのボロい車をもう一回。これバリケード、ここにバリケード作って、ちょっと一人いるね。んで、よいしょ。でこの車でもう一個。これで、あと来てるね。2匹来てる。んでちょっとこいつを倒してこの鍵をゲットして、これかな。あれ違うな。これか違うわ。これか、あ、これか。動け。よし。で、こいつは、あ、ここだ。ここを、せき止めて、でもう一個あったね。ほんでこいつはフランクこれやったっけ。あー、エンジンかからん。あ、これはバッテリー切れか。鍵があってもバッテリー切れやからね。まあ、しゃあないか。とりあえずこれで、ああまたいるね。でっかいところは入り口は塞いだ。あ、そこ2匹でかい。うわ、3匹。どっから湧いてんだこれ。どっから湧いてんだ。普通に リスポーンのやつかな。おお、あれ、ちょっとどっから今来た。マジでわからん。ここじゃないよな。
ちから来てる。なんだよ、こっちからなんか湧いてん、わ、2匹いるね。湧いてんのかな。今日はここぐらいまでかな。いやー、これは一日じゃ終わらんな。あ、やばいよ。おっと、どっから来た今。こ、どっか、あ、そこにいるわ。やっぱ降りてきてんのかな。か、降りてきてるっぽいね。やべえ、マジやべえよ。ここ、これ上から降りてきてるね、やっぱり。ほら、そうじゃないとおかしいもん。ああ、うわー、危ねえ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 。降りてきてるこれ絶対。上から来てんだ。謎が解けた。想像以上に上にいっぱいいる。どっから湧いた今。めちゃ声がする、めちゃくちゃ声がする。これはちょっと厳しい。マジでやばい、ここマジやばい。ちょっと一旦帰ります。あー怖かった、マジで怖かった。いや、あそこやべえぞ。2階3階4階に多分めちゃくちゃいるわ。はい、4階建てのマンション、あれはやばい。とりあえず戻ってできたんですけど、ここはやばいな。とりあえずゾンビがめちゃくちゃいる。で、倒し、周り倒したと思ったらまた湧いてると。で、リスポーンするにしては早すぎるし、出口を、大きな普通の出口を車でせき止めて、まあ、ここね、どこやったっけ、なんかどっかあったよね。せき止めたところは階段からゾンビがめちゃくちゃ降りてきてた。ってことは2階3階にめちゃくちゃゾンビいる。さらにこの途中のこの隙間のところのゾンビを倒そうとしたら、2階か3階か4階か屋上かわからんけど上からゾンビが降ってきた。やばい、これ相当いる。で、四角になってるところが多いし、何ですかね、ゾンビがあらゆるところにいるんで、外、内、そしてまた2階、ゾンビの鳴き声がいろんなとこからしてるから、近くにいるのか、それともその影に隠れているのかとか、方向感覚が分かんない。ゾンビのいる位置がこれむずいぞ。マーチリッチでやっぱりこれメインディッシュに残しておいたけど、まずやっぱり厳しい。4階建てはで、ね、明日の作戦としては、車でまず大きな入り口をせき止めます。で、せき止めて、
まあ外から侵入、中から出てくるっていうのを一旦ある軽く防いで、で中に入っているゾンビを倒していくと。で外にいるゾンビも一応多分倒していかんと、降ってきたからね、空からゾンビが、窓があるのか屋上からなのかは分からんけど、まあ、ゾンビが外に出てきちゃうよね、自由に。これむずいな。で窓多いしね、一回めちゃくちゃ解放されとるから、あらゆるとこからゾンビ出てくるし、とにかく慎重に、コツコツゾンビを排除していきます。とりあえずは今日は以上でございます。あー疲れた神経使うわこれ。